M69 焼夷弾とは、第二次世界大戦中に、アメリカ軍が、日本の都市を空襲する際に使用した爆弾である。M69 はクラスター爆弾の最小単位の、小爆弾の名称であり、爆撃時は、多数の小爆弾は、まとめて、親爆弾に収納された上で、爆撃機に搭載され、投下された。百四十五年三月十日の、東京大空襲では、 32万7000発の M69 が投下され、以降3月19日までに日本の都市に投下された M69 の総数は192万発に及んだ。M69 は六角形の断面を持った簡素な構成のパイプであり、直径は約 7.6cm、全長は約 51cm、質量は約 2.7kg である。この爆弾は 消夷剤としてナパームを用いるが、これはテルミットまたはマグネシウム消夷剤を用いた初期のデザインではエネルギー及び質量対抗可比で不十分であり、また比較的消化しやすかったという点を踏まえて改良されたものである。ナチスドイツに対して用いられた消夷弾はゲル化した油脂を充填した小爆弾を36発収束し、 飛流線型の M19 爆弾に収納したものであった。日本に対して用いられた小夷弾は M69 し爆弾19発を前後2弾に収束して38個とし安定フィンを持った E46 照準可能クラスター弾に収めたものであり、これは10日後高度約610メートルで壊裂四個爆弾に散開する。 M69 死爆弾は3回後、頭部を下に向けて落下するために、ビブから長さ約1メートル、幅約10センチメートルのストリーマーと呼ばれる、面製のリボンを展開する。親爆弾を開列し、小爆弾を3回する際に使用される爆薬によって、ストリーマーにも火がつくので、地上からは火の雨が降ってくるように見えたと言われている。なお、親爆弾の改列には爆薬を用いず、 したがって、ストリーマーにも火がつくことはなく、風圧ではためくストリーマーに、地上の火災が反映して、火の雨に見えたのではないかと示唆する説もある。M69 が、建物、地面、または、家屋の屋根を貫通して床などに衝突すると、次元新化が3から5秒間燃焼し、焼夷弾が横倒しになった後で、鳥にトロトルるン爆薬が起爆され、 その中に含まれるマグネシウム粒子によって消費剤に着火する。消費剤は新幹の反対側の端から最大で30メートルの高さまで燃焼する多数の火の玉として紛失し、これらが周辺のものを即時に強力に炎上させる。科学研究開発局の財政支援の下で、とで1941年10月初め頃から開発が開始された。 1943年にユタ州のダグウェイ実験場に建てられた大日本帝国とナチスドイツの試験用居住建築物を使用して M69 の試験が行われた。M69 焼夷弾は一連の試験で最も成功した焼夷弾であった。日本に対しては M69 は B-29 爆撃機の爆弾層に典型的には40発のクラスター爆弾として 搭載されたこの爆弾は1945年2月の神戸大空襲に始まる木造建築が密集している日本の都市に対する大規模焼夷攻撃において非常に効果的であった。1945年3月に行われた M69 と M47 を用いた爆撃により東京都、名古屋市、大阪市、神戸市に大規模な火災被害と大量の民間人への 死者が発生した。ありがとうございます。